皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に英傑対戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回使うのは ER 明智光秀、決意の銃弾。前回も使った4枚型です。このデッキで金プレ組むぞ。お相手は R 雨ごつねひさ、防衛の領域。なんと全員が副兵持ちです。これはこだわりを感じますね。そしてお相手は勝てば昇格か。私の動画で昇格なんて許しませんわよ。この戦に、我が心血を注ぐ。例によってこちらのデッキ、妨害陣形には滅法強いです。防衛は使ってこないだろうな。というか、対戦、よろしくお願いします。誰もいねえ。敵軍は誰一人来ませんでした。なんてことはもちろんなく、開幕戦士で気力上昇、ものすごい殺意を感じます。副兵で全員ぶっ飛ばして終わりってか。そうはさせねえ。ベース力と言えるのは両刀だけですが、正直6枚もあったら関係ありません。全滅前提で踏んでいきましょう。そのために待機も持ってきました。織田軍屈指の賢明智光秀も、副兵2枚でほらこの通り。最高気力の光秀がこれですからね。考えても仕方ありません。ほら船全部船。正常下待機で復活できる。あ、でも最低限の操作はしていきますよ。敵軍の装置力50に対し、装備力はたったの20。残り枚数次第では待機抜きでも対処できるかもしれません。すげえな柴田。3枚も踏んじゃったよ。合計値力42の副兵法です。一人で受けてくれたのはもちろん大戦か。本当に再起抜きで止められる可能性も出てきました。とりあえず三浦と両刀を戻そうぜ。アマゴだけ止めてる間に2人も戻ってくるだろ。そうですね。そうなんですが、結論から言うとここ再起使っちゃいます。なんだと。どう見ても再起抜きで守れるんだが。いや待てよ、なんか全然舞台を戻す気配がないな。流れが良すぎて逆に混乱してしまったんでしょうね。装置力50、いや戦地込みで80の副兵集団ですよ。全滅するに決まってると思って再起使う気満々だったのに、組み終わってみたらなんとに舞台も残っている上、なぜか最低記録の両刀が生き残ってます。全滅してから再起、それ以外の展開は対応しかねます。で、あとかお前は。落ちるには早いぞ。ファミコンの AI でももうちょっと臨機応変に対応するぞ。返す言葉もありません。アマゴの縄文が入って、さらに三浦が今さらダウン。まだありますよ。お相手はこれどう見てもエノヤマウントの構えに入ってます。いやでもこっちの式は4だし、5、4、3で式1つ分です。我が瞳には毛利の未来が見えている。国並軍の未来はどうですか。国並軍の未来はまだ決まってません。いや、両刀、我が軍の未来、お前に託したぞ。この戦いで我が罪をあがなおう。池両刀、ただ一掛けに小早川隊に攻め入れ。奴の周りに槍はいない。そうか、さっき山形を撃破したから。三浦の斬撃が功を奏しましたね。彼の死も無駄ではなかった。光秀、射撃なんていいからとっとと乱戦だ。気をつけろよ両刀、潜入奥と大村に刺されるぜ。ここはもう撃破抜きでデメリット2つ食らってやろうと思ってたんですが、運よく茜を落とせましたね。これで撤退は免れました。よし、雨棒を落として指揮成果も。すいません倒しちゃいました。お前ってやつは。そしてここから槍のいる方に向かう勇気もありません。指揮成果は甘んじて受けときか。計算を間違えました。いやそっちの計算は合ってたよ。こっちの計算ミスは災害レベルでしたね。まあそれはさておき、なんとか開幕を生き延びました。本当はもうちょっと楽に生き延びてるはずだったんだがな。まあ結局江ノ屋の眼光までは繋がっていたと思うんですが、戦地か計略、どちらかだけで対処できた可能性は高いですね。まあそんなことはいいんです。問題なのはここから。開幕の借りを返そうと生きようよう。出陣したはいいものの、なぜか式が全然ありません。両刀さんが6も使っちゃったから。装備力では圧倒的に上を取っているので、強引に攻めてもいいんですが、なんかやめた方がいい気がしたので良きところでうろちょろします。式を貯めつつ覇気を稼ぎましょう。柴田もここまで来てるし、式力溜まり次第かかれで。あ、え、何これ。人を信じれば痛い目を見る。赤根竹との不撃中の至りは妨害。自身をリリースすることで敵と味方の武力を下げます。なるほど、こうやって使うのかこの計略は。うまいこといなされちゃいましたね。でも前向きに捉えることもできますよ。ここから帰ってお相手の攻めをしのいで、再度攻め上がる頃には、それはもう程よく引きが溜まっていることでしょう。妨害の効果も特段長いわけじゃないし、十分引き霊で止められそうだな。気をつけたいのはやはり、エノヤマウントですね。アマゴだけ守ろうとして小出しにすると部隊がどんどん落ちていくので、出場するときは足並みを揃えて、エノヤが来たら号令で返しましょう。というかそもそもお相手が攻めてこないぞ。おそらくですが、開幕副兵とカウンター以外を攻め筋としていないんでしょう。先ほどの動きは正解でしたね。ベタバリから不撃中を食らっていたらアウトでした。その不撃中もそろそろ切れたんじゃないか。はい、今度こそ私のターンです。
お相手の真正面から進軍開始、筋肉の力でこじ開けて進みます。柴田が着地したらかかれ、からの三浦の顔で妨害対策、これはもう勝ったな、ガハハ。あ、その話を聞いて思い出したんですが、何ですか？以前このデッキを使った際のコメントで、三浦を打ちたいタイミングってかかれを使ってからじゃなくて使う前なんですよね。と言われてまして、言われてまして、あ、こういうことかと思いました。おーい。人を信じれば、痛い目を見る。何してんだこのすっとこどっこいが。いやー返す言葉もない。かかれも三浦も効果時間の長い契約なので、とっとと打って妨害をケアしないとダメでした。コメントしてくれた人本当にすまねえ。まあもうここまで来たら帰ってる場合じゃないので打っちゃいましたけどね。なんてみっともない光景なんだ。まあそう言わないで。不撃中の低価値は武力値力とも二六なので、完全にかかっちゃえばギリギリ上回れますよ。なんだよかった。いや、よくねえし。さらにここ、強引に式を回収して宝具を落ちます。理由はもちろん、お分かりですね。これ以上妨害されたらたまったもんじゃねえんだよ。三浦の加護を、君たちにも授けよう。もうちょっと早く授けてほしかったな。ほんとですね。三浦、次から気をつけるんだぞ。気をつけるのはお前だ。さあ、柴田を縄文に突っ込み、工場体制は万全。あとは両刀で突撃マウントを、したいんですが、お相手の槍、ちゃんと出ております。偉いですね。いや、もう乱戦で、あと3手が陣形に入ってないぞ。陣形を展開した時点では入ってたのに、なんでわざわざ出したんだ。冬波軍の動きには不思議がいっぱい。三つ秀、すまんが入り直してくれ。さて、ここからはもう殴れるだけ殴って帰ろうか、としか言えないんですが、さすがに柴田はがっちり止めてきてるな。ここは入りそうにないか。小早川の横弓も効いてましたね。もともと兵力も不足してましたから、陣形が切れるまで戦ってくれたことに感謝しましょう。となるとあとは残りの3人か。どこまで戦えばいいんだこれ。お相手軍は大将の雨ごつネッタが起きちゃってるので、攻めようと思えばまだまだいけそうに見えますよね。見えますけど、その口ぶりだと戻すんだろうな。戻します。少なくとも死に戻りはなしですよ。まあちょっとくらい欲張ってもいいですよね。赤根、さっきの妨害の霊が受け取りやがれ。違う。いいね。あ、すっきりした。じゃあ三浦もそろそろ帰ろうか。ゴーが入るところまで粘れた、と考えると結構いいタイミングだったな。はい、セーフティーリード、とまでは言えませんが、残り20カウント、十分守りきれるくらいのゲージ差だと思います。ゴー一発に城塞メテオが入っても逆転はしない。最悪コスト1の工場なら一発くらい入っても大丈夫かな。一つだけ絶対阻止しないといけないのは、アマゴスネキサの縄文です。一直線すぎて怖いんだけど、アマゴを突っ込んでからのエノヤ、追加でもう一つ契約が打てるかな。何にしてもこちらは号令で受けましょう。やはりエノヤか、いいぜかかってこいよ。我が瞳には、毛利の未来が見えている。決意の銃弾で行きましょう。狙うは当然アマゴ隊、ここを外したら負けもあります。さあ決めてくれ三つ秀。我が魂を銃弾に込め、この天下を守り通す。さあ集中して、アニャに下の竜がごとく。よし、これでアマゴ隊はパーッと迅速なる鎮圧か。私の計算が正しければこれで終わりです。大村、それはどうかな。アマゴへの削りはすでに十分、あとは乱戦で落とせるぜ。さあこれでとどめだ。見つけるよ。悔しいな、これまた愉快。いいね。最後に両党にもお礼を言いましょう。エノヤを受けてくれてたんだな、ありがとうよ。思えば最初にエノヤを止めてくれたのも彼でした。開幕の伏兵も全部避けて生き残ってたよな。本当にいい仕事をしますね。こういう武将はずっとこすりたくなりますよ。さて、あとは残りの部隊をきっちり止めて終わりです。開幕から終盤の攻めまでぐだりにぐだってきたものの、最後はしっかり守れたかな。一応負け筋を上げておくと、エノヤと鎮圧で三つ秀の武力が霊になったりしていたら、ちょっとどころではなく危なかったかもしれません。運も味方してくれていたか。対戦、ありがとうございました。で、この後金プレには上がれたんですか？それは、次回に続く感でいい。ご視聴、ありがとうございました。上がれたの？上がれませんでした。